東京東池袋にある宮城県のアンテナショップ宮城ふるさとプラザ。宮城を代表する地場産品や土産物などが並ぶほか、旬の海産物などを販売するイベントも開かれます。よくこのお店はご利用になりますか？そうですね、いつもこの時期はもう萩の月とか売ってるんで。あ、昨年度の売り上げはおよそ5億3100万円とコロナ禍前を上回りました。しかし店を設置する県は費用対効果に見合わないなどとして賃貸契約を終え、今年秋ごろをめどに閉店させることを決めています。これに対し運営事業者の県物産振興協会は、首都圏での宮城の拠点機能を果たしているとして移転した上で存続を模索しています。なんでなくすんだ、もったいない、次はどこになく作るんだって、本当そのお問い合わせばかりですね。生産者の皆様にも消費者の皆様にも、あと働いているスタッフにも少しでも喜んでもらうような何か形になる受け皿を作りたいなっていうようなところが思っているところですね。このアンテナショップの今後の在り方について県庁で今日有識者らに意見を求める懇話会が開かれました。会では首都圏で県産品を販売することは観光客の呼び込みにもつながるといった意見が出されました。都市産の販売だけでない効果っていうのは当然あるわけでして、まあ、それを食べたからその作ってるところ行ってみたいとかですね、現地で食べてみたいとかって、それものすごい価値としてあると思うんですよ。また首都圏だけでなく東北の隣県に注目した販売も必要ではないかといった声も上がりました。改めて自治体アンテナショップの目的って何なんだってことを見直して、今いろんな動きが出てきてるんじゃないかと思いますので、まあ、そういう意味ではひょっとすると地元のこう足元を固めていくみたいな方向性っていうのも実は大事なんじゃないかな。県は9月中旬にも懇話会を開いた上で意見を取りまとめ、来年度以降の事業に反映させていくとしています。